こんばんはです。こんばんは。野蛮の衣装みたい。確かに暑かったから。こんばんは。嫌いなものは投げ捨て。昨日はどうして配信しなかったの？昨日はもう広島に帰ってきたので、昨日のうちに。だからお家に着いたのがもう日付が変わりそうな時間で、ちょっと早めに帰れたんですけど、予定より。車の中ってなって、大きなくなりも、これはこういうものです。そう、前髪がもう大変になった。ピンで留めとったんよ。 そしたらもうへにょんへにょんになってたから、あげちゃいました。マットリップ、ジルのリップ、間違えた、ポーランド城だ、ポーランド城のリップです。昨日初めてしっかりみちと話してきて楽しかった、ありがとう。うさぎさん、よし、こんばんは。炭酸を飲みます。南高梅のスコール撮ったけど見せるさっき撮ったのに。美味しい、これの昨日の話し会でつけてたのはイヤリング、ピアス、どっちだと思いますか？こんばんは。つけてこようかな。よし。じゃん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 。ちゃん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 、ちゃんちゃんちゃん、地域限定？そうなのかな、書いてないけど。ヘアバンド似合う？本当？
嬉しい。最近みちのことみちきって呼ぶのにハマってる。最近も誰かにも言われた、みちきって。浴衣とっても可愛いかな。ありがとう。またぜひ浴衣でイベントね、やりたい。あのデートフェスとか。あのアクセサリー系は全部自前。お花つけてるメンバーはお花は借りれたんですけど、なんかパールとかつけとったりして、お花以外はね自前だった。にゃほん、話が受付中なんですか。そうなんですよ。あれは結局じゃん、イヤリングっていうかマグネットピアスっていう、磁石の力でくっついてるイヤリングなんですけど、磁石が強くてちょっと跡が残っちゃった。そう、化粧バッチリじゃない、アイラインしてる。でもこっち取れてるもん。アイシャドウとかしてない。今日ウェディング衣装のうちをゲットしました。ありがとうございます。売り切れてたらしくて。ありがとう。鼻につけたら鼻ピにも見えそう。見えるかな。あの浴衣昔コウコちゃん着てたよね。そうなの、知らなかった。で中に入れんといけんけん、ちょっとためらいがある。皆さんも、そうなんだ。もう見たい。見たい。サーヤンのパースポット、そう。サーヤンがね。今日はサーヤンに会って。一緒にラーメンを食べたんですけど、あので、3軒カフェに行きました。カフェ、今日多分みちとさやとすれ違いました。本当？でも時間的にっていうのもあるけど、さやかりんの生誕って生きてる方とすごいすれ違った気がした。まさかリール撮ったの道ですか。そう、めっちゃ短くなってた。1分半ぐらい多分撮ったのに10秒もいってない、7秒ぐらい、3秒 ?5 秒になってて、もっとね可愛いさやがいっぱいあったんですけど、美味しそうなチャーシューね、めっちゃ美味しかった。そうそう、二郎系、二郎系だと思います。そう、さどっちからラーメン誘ったの。サヤン、どこ行ったの。今を楽しめっていうラーメン屋さんに行きました。すっごいね、そう気になっててずっと行ってみたかったんですけど、美味しかった。今日なんかでもねむくんでてさ、
お顔が。でも明日はもっとむくんでるかもしれない、ラーメン食べたから。サーヤンがそういうニンニクマシマシ系のお店に行きたいって言ってて、そうで3軒ぐらい候補出してもらって、そう私も行きたかった場所を今は楽しめる。なんか一つはそんなにコテコテじゃないよっていうところで、あそうなんですかって言って、でもう一つは定休日で、そう今は楽しめに来ました。朝も二郎系ラーメン食べるとしてさらに親近感湧きました。美味しいよね、めっちゃ好き。ニンニク入れました、入れ普通ぐらい。ニンニク入れますかって、お願いしますって。シイモとかバナナとか食べるとむくみ取れる。あ、そうなの？そう。今は楽しめてよ、ラーメン屋さん。でもリンゴジュースとかさ、牛乳飲まんと匂いがね。今日のリップの色珍しく感じる。本当？そういうのとは珍しくないか。そうかな。サーヤンとはなんかラーメン仲間なんですよね。前も一回二郎系食べに行って、食べに行ったの2回目じゃけど、そうコンビニの二郎系ラーメンを時を合わせてこの日食べましょうって言って一緒に食べるラーメン仲間、一緒に食べたらどっちの匂いか分かんないからそうレッスン前とかね。今日桜も食べてきました。お、いいね。いやマシマシって言わんかった。サーヤンがね、すごく私最近ラーメンの気分ですって言ってきてそっからの今日行くことになりました。そうそうそう、二郎系だから。そうなんです。ね、美味しいよねラーメン。サヤに対してはツッコミのポジションのイメージ。確かに。誰に対してはボケですか？炙りマヨコール、なんじゃそりゃ。そう、ラーメンをいただいて、いただきますって言うときっていうか、ラーメンを置いてもらったときに、いってらっしゃいって言われて楽しかった。ゆっきさんファンです。机にアクリルスタンド飾っております。わあ、ありがとうございます。嬉しい。最新のさ、ウェディングアクスタ欲しい、
確かに南ツッコミ体質だわね。こんばんは。家をもらえるのよ。どうなんだろう。いいよね。こんばんは。今日歌いたいなって思ったんですよ、久しぶりに。でも充電が 24% しかない。全部ベタ褒めしてました。本当嬉しい。一応配信してるから55分くらいかなっ得した気分じゃない。あれまだ今日もうちょっと30分くらいあるじゃん。今日あと5分くらいかと思ったけど素敵、いいじゃん、やった。一日を長く感じたっけね。24% で歌えるかな。でも 20% で一回さ、携帯があれだから日曜日を延長してくる。確かに日曜日だっけ。まあ、ありがとう。なんか昨日サヤンね、そうなんですよ、なんか甘い言葉をかけてくれ、髪トゥルントゥルン。でも最近髪に悩みが、20%で止まること分かってて歌えば怖くない説。本当？止まっちゃうけどいいんですか？いいんだったらいいんだけどさ、私も途中から歌う。甘い言葉でチョコレートとか生クリームとか。そうそう、なんか秘密にしとか。3時間目終わりに行ったらウェディングアクスで売り切れてます。そんなに早くだったんだ。3時間目終わりって私さ3時間目からだったのに、ありがとう。ピカツピアス取っとこうかな。でも取ったら寂しくない？つけたらよくない？マグネット。ね。見たばっかり。そうなんよ。痛くないんですよね。なんかね。挟む。普通のさ、挟む型のさ、イヤリングの方が痛い。公園とかになるとしかもさ、あの踊っててさ取れないようにさ、こう結構強く挟むからさらに痛くて、なんか磁石はまだ痛くないんですよね。ふふふ、こさんです。
開けるときは平気だった。開けてないよこれ磁石、磁石の力でつけてるんですけど、その挟んだあれで跡があるだけ。でもね、ピアスにしとったらさ、踊ってる時に取れるとかのさ心配もないじゃんで、ないじゃないですか多分ね。後ろのなんか引っ掛けみたいなやつが外れたら取れるかもしれんけど。ピアスだと引っかかったら確かに。でもたまにさ、なんかなんて言ったらいいんですか、すっごい穴が広がる形の、なんかさはめ込み型みたいなピアスつけてる方とかいらっしゃるじゃないですか。あの穴に通してパチンじゃなくて、その穴をこう囲うっていうか、穴に囲われるというか、輪っか輪っか、なんかこう耳から向こうが見えるみたいな、あれすごいよね。そう輪っかの、そこまでになるまでにどんだけ頑張っただろうってどうやって広げていくんじゃろう。ちょっとずつさ、その輪っかをさ大きくしていくのかな。そう、指輪みたいな形のつけてる方いらっしゃるよね。これは卒業したら秒で開けるでしょ多分。ねえ、どうでしょうね。私でも怖いですよね。なんかさ、ピアスの穴を開けてさ、白い糸みたいなのが出てきたら大変みたいなことを見たことがあって怖って思って。へそピまでしそうでも痛いって聞くから、おへそのピアス、それは怖いな。そう、都市伝説、神経が出てくる。そう、失明されたやつ。そう、まあちょっと怖って思ったけど、そんなことあるわけないよって言われたんですけど、下ピが一番痛いって。そうなんだ。のパパの穴はそこまで大きくない。全然向こう側見えない。外してるとこ見たことないかもしれない。下ピアスしたいと思う。ターンターンって、アンケート取ってみようや。投票、1番開いてます、2番開いてません、ピアスの穴。いきます。1開いてる、2開いてない。1開いてる、2開いてない。じゃあ43分になるまで。1開いてる、2開いてない。こっち、こ
くじけと、うおー 90% 空いてない。そうなんだ。空いてた時期もあったけど今は閉じた。あー、そういうことね。そういう、じゃあ開けたことある、開けたことないの方が良かったのかな。じゃあちなみに私の隣は空いてますなんで開けてるんでしょ。ピアスはいざという時に弱点になるからしてないです。え、喧嘩してブチってこと？時代？なんか大喜利始まったんやけど。開けてみたいもついかな。私の父は左だけ開いてる？ですけど、私が生まれた時に開けたらしい。だから1個乗ったって。おしゃれバザーね。願掛け？記念？開けてみたい方が多いのか。推しメンの数だけピアス開けるやつ。おお。難しくない？でも推しメンの数だけピアス開けるって。宇宙人に開けられたっぽい穴はある気がする。どういうこと？私の父は私が生まれた時に開けたから父の左耳にある。穴だらけになるかな。そうそうそう、卒業とかしちゃったらその穴はさ、3人おったとしてさ 1,2,3 個開けるやん。でここの子がさ、ここの子を思いながらさ開けた穴がさ、その子が旅立った時にさ閉じるのか、他の推しに使うのか増えた推しに。確かに箱押しの人とか大変。48個穴開けんと。なぜおしめ入れたんだっけ？違う、そういうコメントがあっただけです。
人数に注意しね、 STU じゃなくて地方南20 48個だったら24個ずつってことでしょ、片耳片耳。いけるんかな、無理そうだよね。開けても12個ぐらいか。どこがあるんですか、ピアスって開けれる箇所。耳と鼻と舌とおへそぐらいしか聞いたことないかも。全部開けれる？あ、そうなの。やろうと思えばできる。ぶた、あご、あごび、首ぴ、軟骨ピアスはしたいと思う。なんかさ、ここからさ、ここのさ、こういうのあるじゃないですか。こういうやつわかる。多分ここと、ここに空いてて、こういうの、なんて言うんだろう、あれ、つながってるやつ。あれかわいいなって思ってた。あれインダスっていうの？確かに、釘みたいなやつ。なんかそれがインダストリアル、へえ。こっからここのやつが可愛くて、なんかそんな感じのイヤーカフ探してた時ありました。開いてなくてもできるんかなって思う。なんか私が見たそのビジュアルがなんか多分さ、お花みたいな感じだったよきっと。あの一輪のバラみたいな、そのデザインが可愛かったの。なんか素敵だなと思っただけ。ね、開いてなくてもできそう、できるようになりそう。まあでも怖いと、怖いからさ、この軟骨やらないと思うけど。そうそうそう、ね、磁石のもありそう。うちの耳たぶは
多分薄いんですけどね、多分。耳たぶ。こんぐらい。こんぐらいの薄さ。何ぐらいって言ったらいいか分からんな。耳鼻科で、そうなんだ。そんな機会ありますかね。シティのグッズでピア作ったら着る人増えるかも。そうかな。でも私あれなんですよね、あのアクセサリー系のグッズ大好きで、だからあのネックレスとかリングとか作りたい。ネックレスとかリングだったらさ、つけられない方とかもさ、ピアスとかと比べたらあんまりいないじゃないですか。お仕事中はダメかもしれないけどね、じゃなかったら休みの日とかはつけれたりするでしょうし、そう、カープとかサンフレのイヤーカフとか持ってます。めっちゃ好きで、そのアクセサリー系。革系のブレスレット、ブレスレット、女性ファンは特に大喜びかな。そうそう、なんかね、いいよね、好きなものといつでも一緒みたいな感じで、おしゃれなネックレス作りたい。ネックレスとリングとジャージをあのグッズでプロデュースしてみたいな。ブレスレットが一番つきやすい。あ、そうなんですか。ブーレスレット難しくない？そんなことないか。アクセサリーからの突然のジャージ。ジャージは私が探してるから、そう、探してるんならもう作ればいいんじゃんって思ってるだけ。ジャージ行けたらスウェットじゃんけん。ファンみんなお揃いになっちゃう。いいじゃん。ジャージ熱望します。本当？ねえ、ジャージいいよね。つけなくても可愛いからね、アクセ系って。確かに。
確かに。あの指輪のね、リングスタンドとかにこうかけて、可愛いリングとかでもね、ジャージでお話し会行けて楽しそう。確かに。あれだよ、ほんだって私が着たいから、ちゃんともうガチガチのデザインするからそう、事務用品の指サック指サック作るか。仕事中にテンション上がってくれるんだったらいいよね。そうそうそう、水色で作りたいんだよな。でもなんか今村のジャージじゃなくて STU のジャージを作りたいの。ね、できたらいいなと思いますわ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位りょうすけさん、12位パフィンさん、11位トントン21さん、10位やだやだやださん、9位なべさん、8位おしめんななみんさん、7位つぼゆうすけさん、6位くるみなるさん、5位みーさん、4位ありくんさん、3位ブルーさん、2位モンブランさん、そして1位はドルルンジちゃんなっかんさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルンジャジャン、みーほさんでした。イエイ、今日めっちゃ下手だドルルルルが。それではまた明日、バイバーイ。